ある人が山のずっとずっと彼方の遠くの国に幸せの理想郷があると言うんだよ。誰だってそんな国へ行ってみたいよね。憧れと空想の国だけどね、行ってみたいよね。山のはるか向こうの遠くの国はどんなところかな。そこの里山はすべてが穏やかで平穏で、時間がゆっくり流れ、アクセックしなくてもいいかもしれないな。おーい、僕は思わず気持ちが高ぶって声を出してしまった。目の前を風がよぎったのに、心地よいのに誰も答えない。水の音までもみんな吸い込まれていくみたいだぞ。気持ちの良い風景の中を歩きながら、僕は考えたんだ。憧れって？憧れってなんだろう？夢が叶う世界なのかな？希望が叶う国なのかな？悩みや苦労がない国なのかな。なんか漠然としていて、ふわーんとした蜃気楼のようなものみたいだな。うまくいかなんて悩むことがあるよね。でも誰にだって今までうまくできたことってあるよね。人に喜ばれたことってあるよね。思わずやったーとにんまり微笑んだことってあるよね。そんなむしろ小さな喜びの方がいつまでも心に残り、やる気が湧き、苦労を乗り越えられるよね。僕は自分が負けたからって終わりではないと思うよ。むしろ諦めたら終わりだよね。思ったんだ。幸せの国のみんなが幸せってことは
どうも平凡な国かもしれないな。そんな遠くの国はきっと刺激のない変化の乏しいところのような気がするんだ。遠くの国って心の渇きが募ってきて気持ちが揺れるものがあるとき、人を惑わす国かもしれないぞ。わあ！いつもと変わらない世界にこそ毎日がかっこ悪くてもうまくいかなくても今を頑張ればきっと前に進めるよね。このことを遠くの国のことを教えてくれたその人に話したら、あの山のさらにもう一つを越えてごらんと言ったんだよ。その後、遠くの国のことを教えてくれたあの人にはもう会うことはなかったよ。